いますいつも見てますってもう毎日欠かさず見てますって言ってああそうですか最近なんかあの勉強になった表現ありますかって言うとあちょっと覚えてないですって言うんですね <noise>、はい、じゃあ今ですいつも英語英会話一日一言ご覧でありがとうございただきますこのチャンネルではネイティブが毎日のように使う英語表現を私はクイズ形式でお届けしてます今から英語表現2回言うので何と言ってるかそしてどういう意味か当ててくださいじゃあ行きましょう I don't make promises I can never remember them. I don't make promises. I can never remember them. What does that mean? So what does it mean? Think about Okay, the answer. I don't make promises. I don't make promises. I can never remember them. Okay, because Okay? Okay. で、えっ、ー、と、I don't make え何しないですね。で、あと、えっ、ー、と、make は作るなんですけど、make promises で約束をするっていう意味になります。OK。そして、I can never remember them.Never ってよくやったことありませんみたいな時使いますよね。で、現在形だと、絶対しないんですよとか、全くしないんですよ。一緒同じこと言ったえっ、ー、と、 一緒じゃない絶対絶対とか全くとかっていう感じで使いますなのでしたことがないわけじゃなくてあの基本しないですっていう感じですね。なので、I never smoke、えー。え、たっとがないんじゃなくて基本吸わないです。まあわかりづじゃないか I never,、um, I never talk behind people's backs、まあいい。まずなこかじゃ、えー、と I never talk behind people's backs. えと人の背中で人の悪口を言わない。要は、えー、と鍵口を叩かないという表現なんですけど、私鍵口を叩きません。叩かないんですよ。っていう時、I never を使いますね。まあ、そういう人いないんで、あのー、違う例の方が良かったですけど、じゃ思いつかないんで、とりあえずその表現でいきましょう。OK? じゃあ、えー、とリアル発音文言っちゃいましょうか。ババーン、I don't.I don't. Don't はこ、すごい細かいこと言うと、don とじゃ do で W の口になります。Don't Don't, I don't make, make pro, pro, it's like the pro, it's a like promises, I can never, I can, this can, I can never, ne v v be, like never, remember, Re like that. Re remember, remember them. I can never remember them okay I don't make promises I can never remember them I don't make promises I can never remember them okay very good とてもいいですすね。えーまあ、実際わかんないですよとてもい,いかどうかでも多分こう発音してくれてると思うんですね。そういう人たちはベリーグッドですね。今、ま、ベ、あ、リーグッドって言いそうになったんです。まあ言ってもいいか別に。オーケーなので、えー、と英語って発音してると身についてくるというか定着してくるんですね。口あたりに。あと頭にも定着しますよね。やっぱりやったことって覚えてるんですけど、えー、読んだものってちょっと覚えてない場合が多いですね。聞いた話とかも。 なんか聞いたたた話を人に言っっっら全然違ったってありますよね僕もこの前あの大阪で、えー、と仏教の人がいたんですねであのお寺に住んでるからあのこ「こういうの怖くないんですか夜」って言ったら,らこいないから怖くないんです「えこれですよこれ」あ「いないな、ね、い霊とかいないですから」って言うんですね「ええー!」と思って、えー、とそうで。 でえどういうことですか?」って言って聞いたら「まあ、死ぬ」とかじゃないんですよっていうねその「死ぬ」というか、まあ、次に行くみたいな感じなんですそのあの世とかじゃなくてでこうなっちゃうとかじゃなくてなんかもうわかんない言われた時は「ああなるほど深い深い」と思ったんですけどそれを生徒さんとかあの友達とかに言おうと思ったらうまく説明できないんですよね。 そ,うだからその時に同じことを言う何回も言ってれば多分今うまく説明できたんですよそうすると今これ見てる動画の方が今全く何の話してるのかも意味わかんないですよねこの話何でしてんだろうと思ってる人も中にいると思うんですけどもそういう状態にならないんですちゃんとあの時に言われた通りに言ってみて練習してたらその話をなので、えー、何が言いたいかというと発音練習 やっていきましょうで今のうちにこの場で発音練習しているとちょっとこう残るんですね。でも今しないで後でやろうと思ってると絶対やらないじゃないですか。やらないのと覚えてないんですよ。何の表現だったかなと僕だったら動画見てる人多いですからね。いますいつも見てます。って。もう毎日欠かさず見てます。って,ってあ,あそうですか。最近なんかあの勉強になった表現ありますかって言うとあちょっと覚えてないです。って言うんですね。なのであのそのもんです。なので。 okay all right so uh, thank you very much for watching and please uh, practice your pronunciation and uh, try to use the phrases you learned in this video in my videos all right and uh, it's getting cold so please take care and um, keep yourself warm and uh, stay home and watch my videos. Okay, alright, guys, take care and see you tomorrow. Bye.